おはようございます。はいはい、ええ、ああ本当にありがとうございます。はいはいはい、はい、よろしくお願いいたします。いやね、今毎週こうやって YouTube を上げさせてもらって、これは日々やってる仕事をそのまま YouTube に上げてもらって、その結果ちょっと皆さんに見ていただいてる人が3万人もいるというのがね、なんて言ったらいいかまあいつも対面してるのはお客さんだけの仕事でこうや物事やってるんで、絶えずそういう方が見てくださるんだなと思いながら、これから仕事をやっていかないといけないかなとは思っております。まあ本当に皆、まあ今までね、我々の場合テレビとかそういうので出演したりしている時には、どんだけの方が 見てるかっていうのはあまりこう実感として感じなかったんですけど、こうやって YouTube においては見ていただいてんだなという形で、こうダイレクトに毎週いろんな方からご意見をいただけるっていうのはあまりないことだったんで、はい、まあすごく仕事に対しても励みになりますし、まだまだ老人に鞭打って働けるなと思っております。はい、まあ私だけじゃなくて一緒にやってるスタッフなんかも非常に励みになってると思っております。そうですね、まあまあ、多いのはほとね、見させてもらってるんですけど、やっぱ体に気をつけてということが結構多くて、老人がこう動いてる姿がなんか脂っかしく感じてるのか分かりませんけども、まあ、本当にありがたくいつも感謝しております。まあまあ今ね、世の中、まあ、たまたまこの仕事を続けられてるっていう状態ですから、映像的にはね、多少ちょっともたもたしてる自分でも見てて感じる時もありますけどもええ、以上見させていただいております。だからちょっとね、もう非常に照れちゃうんですけども、なんか庭の神様とかそういうコメントがあったりするんですけども、まあ非常にそれはなんか自分にとっては照れくさいっつうか、そういうことにおいては非常になんか照れくささがあります。はい、ああそうですね、ねありがたいことですよね、相通じるものが、まあある日本的なものっつうかあるのか分かりませんけども、まあちょっと海外の方からも結構見られてるということも感じております。はい。いや、まあ物を作るっていう行為においては人間大使も同じですから、まあ庭というのはもうこれ世界中発生している世界ですから、まあそこで私なんかも海外から影響されているもの多種多様はありますから。だから日本人だったらこういうものをこういう使い方するのか、こういうやり方するのかという点において、なんか非常に興味があるんじゃないかなと気がします。はい、ああ本当にまあ我々としてはもう毎日同じような形で、まあお客さんからのご希望を、まあ我々の手で叶えると形にしていくっていう形の仕事なんで、場所とか工事の大きさは関係なしに、まあ動ける間は動いていくっていう形でやっております。まあそれを見ていただいて、まあいろんなコメントをいただくっていうのが非常に我々の仕事としても励みになっております。まあ今後とも本当にできるだけ多くの我々私の仕事を発信していきたいと思っております。続く限りやっていきたいと思いますから、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。ええ、メンバーシップ。いや、わかんない。メンバーシップとは何ぞよ。はい。ああ、はいはい。まあ逆に裏側の方のが書いて、あの見てて皆さん覚えるかなと思う、ね、はい。はいはい。うん。うん。うん。それはあれかな、造園、あの庭に関しての作り方とか考え方とか、まあそういう細かいこととか。そういうあの庭に自分で作って楽しむあの方向性とか、あそういうやつですね。そういうのはいいですよね。入ってもうやっぱり我々はもうね、お客さんのためにのお金で作ってますけど、本来やっぱり庭作りはやっぱり自分自身でこう楽しみながら、その過程を楽しみながら作っていくべきだと、まあ思っておりますから、できるだけ自分たちで工夫して作っていったものは楽しいと思います。はい。はいはいはい。ええ。喋りはね、一番苦手なとこなんで。まあね、残り人生残り少ない時間、できることはやっていきたいと思っております。まあ全然平気です。あ、いいですね、そういうのは。はい、ぜひ進めてください。わかりました、よろしくお願いします。ね、これからも本当に3万人の方が登録していただいて本当にありがとうございました。まあこれからも、まあ、特別なことはできないと思うんですけども、まあ日々ご依頼があった仕事をこなしていく姿を、まあ、YouTube で発信しているという形になりますけども、まあ少しでも皆様が我々の仕事を見て結構自分でもやってみたいとか作ってみたいというものが感じ取れば、まあ我々としても嬉しいかなと思っております。頑張ってやっていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。え、虫がいた。OK。